今年はよくナスもピーマンもオクラもこんな大きくなって すごく夏野菜系が順調ですね。やっぱお天気がいいのと、こう乾燥っていうんですか、あんまりジメジメしてないっていうのがとても植物にとってはいいのかなと思います。それでこれ、青唐辛子なんですけど、こう大きいんですよね。で、植える時のこう札を見て見直してみたらですね、旨辛唐辛子って書いてあって、まあうまい、おいしい、うまいに辛い唐辛子っていう感じでネーミングされてたんですけど、あまりそこにこう着目せずにですね 買ったんですけど、こんな大きいんです。で、食べると、まあ、もちろん辛いんですけど、何て言うんだろう、美味しい、まさに旨辛みたいな感じで、癖になって食べるんですけど、辛いな、でもまた食べたいなっていう、ちょっとこう非常にいいところをつく唐辛子です。今日はね、ちょっとこれを調理してみたいなとは思います。で、これ金柑の、まあ、ちょっとちっちゃい、まだ苗木なんですけど、こういうのがね、つくんです。ちょっと透明なジェル状。これ何かなっていうと、カミキリムシの卵っていうんですかね、ここから幼虫が出るみたいなんです。で、みかんとかこう柑橘系にすごくつくみたいで、本当にね、折られちゃったりするんですけど、こういうちょっと下の方まで来てるんで、これはちょっと片付けていこうかと思います。こうやってすぐ取れるんです。もう今これついたばっかりですね。もう根っこからこう本当にね、ポキッと折れちゃうんですよね。怖い、幼虫なのでよくチェックしてます。さっきみたいにこう樹齢状が固まって黄色くなっていったりするんですけど、なかなかこう昆虫の世界もすごいですね。これは前回動画で、アブラムシですね、コーヒースプレーでこうアブラムシよけをしてみたんですけど、すごい綺麗になりました。3日間以外はもうやってないんですけど、アリも全然いなくなりました。これで少しね、アブラムシ被害はなくなったかなと思うので、よかったなと思ってます。やっぱりでもコーヒー効きますね。さっきのですね、甘じゃないや、旨辛唐辛子と、プチトマト、あとナスを1本ですね、ちょっとざく切りにして、炒めていきたいと思うんですけど、これだけだとなんかこう味が足らないわけではないんですけどね、この唐辛子が辛いので、やっぱりこうちょっと動物性のものが入るとこう食べやすいんですけど、この野源っていうんですか、鶏のこう軟骨にちょっとこうお肉がついたようなやつが、あったので、これをちょっと炒めて、そこから野菜を入れてお料理していきたいと思います。鍋にオリーブオイル、あとニンニクですね、少し香り付けに入れまして、パチパチしてきたら鶏を入れます。軟骨、まあ歯ごたえがあってね、好きな方は本当に火が入ればでしょうけど、まあお肉もついてるので、ちょっと今塩入れました。お肉にちゃんと火が通るような感じで、まずは鶏を炒めてしまった方がいいと思います。ちょっと水分がついてたので跳ねてますけど、
で先にですね、これさっきの今旨辛唐辛子を入れておきます。あまりこう生の状態よりはある程度この唐辛子に関しては火がきちんと入ってくれた方が甘みも出ますし旨味も出て、火が入ってない状態だとちょっとこう辛さだけを感じてしまうと思うので、早めにお肉と一緒に炒めながらがいいかなと思います。で切ってしまうよりですね、この丸のままの方がこう切ってしまうと辛みが広がってしまうので、もうここで凝縮させといてこのままいただくっていう形の方が美味しさを感じられるのかなと思います。で、次にナスを入れて最後トマトを入れるようにします。ナスはこうね、さっきまで油が結構出てたんですけど、油を吸ってくれるんですね。で油を吸って美味しさが出るお野菜なんですけど、ここで油吸ってしまったからといってですね、オイルを足しすぎてしまうとちょっとこう油っぽいお料理になってしまうので、ここはちょっと我慢しながら少なめの油で焼いていく感じです。でキノコもそうなんですけど、ナス、ズッキーニ系は油を吸って火が入ってるとまた今度油が出てくるので、そこがちょっとこうナスを扱う時の油量のこう気をつけるところですね。あ、鶏もなんかいい感じで火が入ってきましたね。ではここでトマトを入れて、今度トマトが水分出てくると思うので、それで火を入れていきます。味はお好みでいいんですけど、ちょっと軽く白だし、生姜の絞ったやつですね。このトマトって取りたてがなんて言うんでしょう、すごいしっかりしてるんですよね。味がというかこう形っていうんですかね、あんま崩れないんですよね。で少し時間を置くとこう柔らかくなって、いつものトマトみたいな感じなんですけど、取れたては特にこうパリパリっていう感じでもう皮が張ってて、それはそれですごく美味しいなと思います。多分ご飯とも合いますし、ね、おそうめんのこうお供にもいいかなと思います。これがキーポイントです。早速できたのでね、食べてみようと思います。どうしようか、ちょっと鶏を食べてみます。うん、お酒を飲みたくなります。でこれです。うん、まさにうま辛。辛いんですけど、食べられないほどの辛さじゃないんですよね。売ってはいないので、苗を買った人しか味わえないんじゃないかな。たまに何て言うんでしょう、万願寺の辛いやつ当たったりすると思うんですけど、そんな感じです。でも美味しいんです。
不思議です。これはちょっと見つけたらというかね、なかなか見つけづらいと思うんですけど、ぜひ真似してくださいとは言えない感じですが、美味しい旨辛唐辛子でした。